はい、どうも、カッパ炎上です。じゃあね、この動画では、まあ、さっきのこの武蔵野市、ね、この、なんだっけ、住民投票条例案、あれのこの反対運動にね、うん、あのー、なんか、動いてくれた議員の方が、まあ何人もいらっしゃいましたけども、例えばこの和田議員とか、あと今回のこの長島議員とかもね、えー、そうでしたけども、この長島議員なんですけども、この住民投票条例案でね、うん、 なんか結局この秘決された後で、なんか本音があついついね、うん、なんか永住者にはあ認めてもいいんじゃねみたいな、そんなこの発言してね、ああ、なんかもう正体表しやがったみたいな感じで、まあこれは確か僕も動画でね、お伝えしたことはあったと思うんですけど、また長嶋さんがなんか変なこと言い出しちゃって、うん、まあ、変なことではないんですけども、あの言いたいことはね、 決して全く理解不能なことではないんですけど、言い方ってあるじゃんっていう、そういう話ですかね。まあ、上げ足を取りに行くつもりはないんですけども、なんかやっぱりこの人って、ちょっと、やっぱりなんかダメというか、危ない人なんじゃねえのかなって、ちょっとやっぱり心配になっちゃうんですよね。でまあ、これ画像を見てもらったまんまなんですけども、ね、この自民党のね、この長嶋議員が、えー、要はこの、 天皇のこの系譜、口頭ですよね。あこれからは、この女系遠天皇の血筋は雑系、雑、まあいわゆるこの動物でいうこの雑種の雑ですよね。雑系と言った方がいいみたいなこと言っちゃうんですよ。うん、何を言おうとしてるのかわ分からなくはないんですけど、それはなんかおかしな言い方ですよね。なんか語彙力っていうかさ。 何か他に言い方あるでしょうよ。冒険とかでいいじゃないですか。だったらせめて。うん。なんかこの天皇陛下とか、この皇室皇族、うん、皇統に関して、に対して、なんかやっぱりこの考え方が軽いというか、なんかやっぱりそういうね、捉え方をしてるんじゃないのかなって、やっぱ疑っちゃうんですよね。こういう発言が出てくるっていうことはね。うん。で、まあ何を言ってたかっていうと、え、長嶋さんが、え、これからは、 わかりやすく雑系といった方がいいと思いますと。はあ、万世一系の政党に対して、えー、別系や雑系の方がわかりやすいと思いますと、えー。だから言いたいことはね、決してわからんではないんですけども、で、おそらくね、この長島議員が、なんだろうな、まあ、考えた、思い浮かべたのは、やっぱりこのなんかこの犬とか猫とかのこの雑種 これをすぐイメージしたと思うんですよね。うん。いや、なんかね、普通にね、うん、あの、その、皇統、ね、天皇陛下、ね、この皇室、勝手になんかこの定義を決め,つけ決めつけていくスタイルっていうんですかね。うん、だからそういう意味で、なんかこのね、ひどいですよね。うん。 だからまあちょっとなんかね、この人ってな、ね、なんて言うんだろうな、この一発のこの出現でこの消えていく人の典型っていえば分かりますかね、うん。だって仮にもさ、ね議員やってる方だったらさ、もうちょっとマシなこの表現ってあるでしょうよ。 もうまさに口は災いのもとですよね。うん。だからもう相当この人なんかおかしい人なんだろうな、やっぱり。うん。いや、言ってることは分かるんですよ。あの、全く別の血筋だっていうことが言いたいんでしょうからね。うん。ただまあ、そうなんですけどもね。そう。だから、 だ結局ほら、えー、まああなたもご存知だと思いますが。この女系っていうのはほら、代々の女子がつないだあ、まあついでった場合のことでしょで途中からだとこの混ぜこぜになってね、どこをどうたどれるんだっていうことになっちゃうわけじゃないですか。ね、別王家、別王家、別王家っていう。まあ、要は、なんだろう、世界中のこの一般的なこの、この王、なんだよ、この王族王家、ね、あの、存在する国、地域あるじゃないですか。 うん、と、日本のこの口頭は明らかに違ったわけじゃないですか。この男系男子。ね万世一系ってそういうことでしょうん。それはわかるんですけども、それはわかるんですけれども、うん。しかもね、あなた、長嶋さん、あなたこそがね、ね自民党の雑系じゃないですか。元民主っていう意味でね。うん。だからさ、なんていうのかな。うん。 そううだからもう単純にこの語彙力がなさすぎるし、なんていうかあその別に気遣いとかってそういうことじゃないですよ。そういうことを言ってるんじゃないですよ。ね、だからさっきもちょっと言いましたけど、せめて冒険ぐらいでいいじゃないですかね。うん、だから要は言っていいことと悪いことね区別もつかない人っているじゃないですか、世の中にね。ねだから多分この人もそうその区別がつかない側の人だと思うんですよね。うんね あの繰り返しますけど、あの女系をね、押、うん、したいとか、擁護する意図は僕は全然ないですよ。ねだからこの長嶋さんがね、言わんとしていることは、ね、要は遺伝学的にこの男系以外だと、要はもう途切れるからね、言ってることは間違ってはないんですけど、言い方ってあるじゃないですか、表現ってあるじゃないですか。だか結局、元ミンスだけあって、言葉が軽いんですよ。うん しかもこの政治やね、この議員っていう立場にあるわけですからね、だからよりこのデリケートなこの口頭の問題でね、使う表現ではないと思いますよ。男性であれ、女性であれ、この性別によってこのね、要は雑種、雑系呼ばわりはさ、ね、性差別の指摘も食らうと思うんですよね。うん。 だからまあそもそもがね、この女系なんてのはもう無関係なわけですよ。ねだって女系天皇なんて存在し得ないでしょうん。だから、ね、このスメラギ。 とはこの父をね、えー、辿ればね、ればこここののに行き着くことが定義じゃないですか。うんまあ、この辺の説明はね、もういろんなところでいろんな人が、うん、僕なんかでも全然この詳しい人がね、うん、正確にね、この解説というか説明というか、まあ、情報発信されてる方がたくさんいらっしゃるんで、ね、ちょっと何言ってるかわかんない。でも興味はあるなっていう方はね、うん、別のこのチャンネルとかね、行ってこのね、 たくさん動画あるんでね、ね確認していただきたいんで、あれなんですけども、まあ簡単にですけどもね、あの要はこの勘違いさせるつもりで、あのややこしくするつもりでね、国民を混乱させるつもりでマスコミがこの女性天皇、女系天皇をこのごっちゃにして報じてるんで、だ、まあ、騙されないようにっていうのは、多分あなたはご存知だと思いますけども。 そもそも全然違う話じゃないですかね。うん。だからもうその血筋とか遺伝とかっていう話じゃなくて、家、家の話ですよね。だからまあ、英国王室なんかもこの情景を認めちゃってますよね。うん。だから例えば、そうですね。じゃあこの英国風に、仮にですよ。英国風に言うと、じゃあこの日本のこの初代天皇を神武1世としましょうか。ね。で、えー、金城天皇はこの神武126世。 になるんですよね仮にですよ仮に、えー、この小室眞子さんが、まあ、女性天皇として即位しても、えー、人務127世にはなるんですよねただし小室眞子さんの子供がね即位した場合には人務128世にはならないですよね小室一世になるんですよで、えー、天皇家の血筋や遺伝は続いていても 家家でではななく小室っっていうう別の家になっちゃうんですよだからダメなんですよ。だから日本の場合は126歳続いているっていうのも当然大きいんですけどもこの男系の一つの家で126世まで続いているっていうことが絶大な意味を持ってるんでこれをどうにかして壊したい勢力がね女性と女系をこうわざとあの何が違うの 別にいいんじゃねっていう世論誘導を仕掛けて壊しにかかってるそういう輩からですからね。うん。ならもうこの女系なんていうものはねそもそも存在しえないものなんで絶対に認めちゃいけないっていうのはまあもう今更ね、うん、ご覧になっているあなたは大丈夫だと思いますけど大丈夫はない人は世の中にはまだまだたくさんいるんでまあこういう話をする機会が普段の生活でなかなか ないと思いますけどね、うん、ないいと思いますけども少なくとも、うん、僕のチャンネル僕の動画をね応援してくださってる方は正しく理解していると信じてますよ、うん、だから絶対こんなもんね認めるわけにはいかないんですよだってありもしないことをね認めるって意味が分かんないですよね、うん、ということで今回は以上ですありがとうございましたではまたごきげんよう あ,あ、そうそう。ね、長島さんに言いたいこと、ね、言いたいことはわかるんですけど、それが世間に受け入れられるかどうか判断できてない時点で、長島さんもね、大概ポンコツ無能ということですかね。